鹿肉のエスカロープエスカロープは手早く調理できるよう、薄切り肉をミートハンマー、綿棒、またはナイフの柄を用いてさらに薄くした骨なしの肉。エスカロープには、子牛肉、豚肉、鶏肉、斜めん鶏、フォアグラなどの白身の肉及びサーモンのような魚肉が用いられる。子牛のエスカロープを用いた有名なレシピに、ウィンナーシュニッツェルやコルドンブルーがある。 またイタリア料理では、サルティンボッカのような同様の格子肉の薄切りが、スカロピーネとして知られる。アメリカ南部料理のチキンフライドステーキにも、同様の処理を施した牛肉が用いられる。日本屈指の老舗洋食店として知られる、東京銀座のレンガ亭のメニューでは、格子チーズ焼きの英訳を、ビールエスコロープとしている。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.recip ezaar.com スラッシュライブラリースラッシュ g e t n t r y.zsp id イコール842 http コロンスラッシュスラッシュ www.probrtncyclopaedia.com e e スラッシュ c g i dash b i n スラッシュレ ストットプール、キーワードイコールエスコロープオフセットイコールレイグランドロバートデララングフランセーズ2001トーム 3P168 ありがとうございます。